Hello， 大家好，欢迎收睇 GamePHK。咁上集咧就讲到衰香新知佢咧就终于都透露咗自己嘅阴谋啦。咁对住呢个咁黑人憎嘅人，我哋梗系要收拾佢啦。咁今集就会系讲我哋点样去收拾佢嘅。咁好啦，我哋去片先啦。不可能！咩叫唔可能？有啲咩我打唔低噶？観念しろだとふざけるな。さっきはなぜ麻痺の効果が消えたのかわからんが、今度はそうはいかないからな。你又嚟？一度ここにいる連中の状態をリセット、それから再度状態を麻痺に設定。これでどうだ？咪中啊嘛？搞错啊！残念だ種切りと君、やはりスーパーアカウントにはかなうはずがないんだよ。同一招点可以中而又中噶？さて、せっかく用意したボスのアバターが倒されてしまったな。やはり大事なことは自分でやらなくてはダメか。あんなものに任せた僕が悪かった。これはね、スーパーアカウントのみが扱える特殊武器の中でもとりわけ面白い一品なんだよ。なんと人差しでどんなに HP がある相手だろうが確実に HP をゼロにする。しかも一瞬ではなく徐々にじわじわとだ。素晴らしいだろう。わあ、そういうふうに言ってくれる。自分の HP が徐々にゼロになるというのはどんな気分なんだろうね。ぜひ教えてほしいな、キリト君。その体と魂が砕け散る寸前に僕にだけでいいから。呢把嘢有咩作用啊？どうとでも言え。これでお前もおしまいだ。主角边有咁易死啊？系都你死先啦。ダメ！吓？哇！斯德良救咗我，こいつ、もう終わりだよ。咩啊？邪魔をするな！こうなったら、出ない！くそ、どうなってるんだ？なぜウィンドウが出ないんだ？無駄だよ。もらっちゃった。もらった？お前が何かしたのか？どんぐらい触った俺？キリト、大丈夫だよ。こんなやつ大したことない。私がいるから。お前ら近寄るんじゃない！何が近寄るなだ！散々好き勝手にしやがって。もうちょこてい麻痺させられた礼をしないとな。このゲームが終わるまでお前にはおとなしくしててもらうぞ。バイトメンハロヤンドムガウダラ。この低能どもが！話せ！話せ！喂，可唔可以俾我煎佢两巴先啊？解毒も効かないわ。あの武器についていた状態以上が何なのかわからないと手のつけようがない。キリト、あいつやっつけた。捉住咗佢，你唔好死啊！我哋帮你报仇啊！你千祈唔好死啊！一齐去打佢。だね。あいつが持ってたアカウントの権限。奪ってやったんだ。点解你可以攞走嘅？でもそんなことしなくてもキリトなら勝てたかな。哇，你咁睇得起我嘅麻痹咗点打？私キリトたちに言ってないことがあるの。聞いて。哎呀。深呼吸一下。聞かせて。
私ね。你不如等冇事先讲啊。私人間じゃないんだ。点解？私はメンタルヘルスカウンセリングプログラム、この世界に組み込まれたプログラムの一つなんだ。それってユイちゃんと同じ。うん、もともと私もこの世界を見ていることしかできないよう制限をかけられたプログラムだったの。その間いろいろな人を見てきたよ。絶望で泣き叫ぶ人、恐怖に怯える人、怒りで震える人、シリトたちが75層で戦っている時もずっとモニタリングしていたんだ。おだけどその時急に目の前が真っ暗になって、気がついたらこの世界の中に一人で立っていたの。それからしばらくは記憶もおかしくて、私の本来の目的も忘れてしまっていて、でも唯一キリトのことは覚えていて、それで私はキリトのことを探したんだ。その後次第に記憶が戻ってきて、私はこの世界のプログラムとしての役割を思い出したの。連 AI 都逃唔过成为后宫的命运。この世界の崩壊を阻止しなくてはいけないということ。そう、でも私には阻止することができなかった。でもね、できなくてよかった。キリト、みんな、今までありがとうね。好似就死咯。ストレアさん。你会痛会辛苦的吗？待ってキリト君。ストレアさんの全身に何か黒いオーラみたいなものが。做咩啊？臨死特效啊？ダメ！キリト君まで包まれちゃう！お願い！離れて！喂？点解佢会变咗最后大佬啊？ストレアさん、ストレアさんは、咁唔合理嘅喂。一応おとなしくしているみたい。アイテムも取り上げたし、簡易牢獄の管理とか攻略の人手のこととか、清流連合に協力を頼もうかって話にもなっている。キリト君、パパ、ストレアさんのことですが、ん？あの方はやはり私と同じで
カウンセリング用の AI プログラムのようです。プレイヤーの精神的なケアをコンピューターで対応できないかと考えられ、そして作られた存在。はい、この SAO が始まってから人の感情をモニターし続け、私と同様にエラーを蓄積してしまっていたようです。私よりもひどかったんだと思います。私にはパパやママがいて眠りにつくことができました。でもストレアさんはずっとエラーを蓄積し続けていたんです。そんな。そしてトリガーは分かりませんが、ついにストレアさんの中の負の感情を蓄積するシステムが決壊。自分の身を守るために不完全な形で記憶を封印してしまったみたいです。ストレアさんという安全機構を失ったカーディナルシステムは膨大なエラーの処理に追われます。その処理による負荷のため今の異常が起き、継続しているみたいです。AI の本能とでも言うべき、カーディナルシステムを保持しようとする感情、世界を守るという使命、つまり自分自身を生きながらさせようとする消えたくないという気持ち、それとパパたちも消えてほしくないという相反する気持ちを制御しきれずに苦しんでいたみたいです。アルベリヒ、菅生信行の実験による被験者の苦しみもカーディナルシステムに過度の負荷を与えた可能性もあります。但他人形化了应该不会影响。そしてそれはさらにストレアさんにも影響を与えて、この世界を維持させるために一人で苦しんでいたんだね。でもそれならなぜキリト君や私たちを助けてくれたんだろう。それは因为他后宫哦。仲間だから。うん、そうかもしれない。それで今の私のシステム権限でできる限り調べたことなのですが、現在ストレアさんはパパたちの言う最終ボスのアバターに取り込まれている状態です。はい、スゴーから奪ったアカウントの権限、それがストレアさんの抱える負の感情によって暴走。それによりボスのアバターが再構築され、そこにストレアさんが引きずり込まれた形になります。很我慢来哟。不幸中の幸いでしょうか。取り込まれたことによって特殊な状態異常はキャンセルされたみたいです。ストレアさんの ID は間違いなく現在でも生きているというステータスになっています。アバターを倒すことができればアカウント権限の暴走も収まり、ストレアさんを解放できるはずです。でも、我们这里要打上一把枪啦。那不要说那么多，打。はい、必ず。キリト君、よかった、よかったね。おそらくですが、登録だけされていた未使用の ID に上書きする形でこの世界に構築されたのではないかと思います。ストレアさんの持つ ID の登録日と初めてログインした日が2年も空いているので、咁你应该早就查到喎，点解而家先知嘅？いいえ、お礼なんて。それよりもパパ、
お願いします。ストレアさんを助けてください。ちょっとキリト、聞きたいことがあるの。ストレアのこと。メシア、ストレアさんは一体どうなっちゃったの？何か知っていることがあれば聞かせてほしいのよ。聞かせて。私みんなを呼んでくる。感情はざいで。おう、集まったぜキリト。聞かせてもらうわね、あの人のこと。いや、あよ。正体が分かったってことだよね、ストレアさんの。うん。キリトさん。説明頼むわ、キリト。ここはキリト君に任せるね。パパ、みんなに教えてあげてください。それってどういう。人工知能？あれだ、 AI とかいうやつか。是啊，你当时在场的，你还问？人じゃないって、マジかよ。你是不是聋的？でも倒したくてもあのローブのやつはどこにいるのかわからないよ。佢系最后大佬一定喺第一百层嘅，食晒螺丝添。百層って最上階ってことよね。確かにその可能性は高そうですね。なるほどね、いろいろ納得がいったわ。行動が突拍しなかったり裏があるとは思えない性格してたり、ちょっと魅力的すぎると思ったのよね。ですね。気がついたら引き込まれちゃってました。ほんとキリトは見る目があるわね。スマコン、助けましょう、ストレアさんを。うん、そうだ。今も捕まって苦しんでるんだろう。早く救ってやらねえとな。うん、放っておくなんて絶対にできないよ。人だとかプログラムだとかそんなことは関係ないよね。没错，他是后宫。ストレアさんは私たちの仲間だもん。助け出さなきゃ。皆さん、ストレアさんを
大切に思ってくれているんですね。私、嬉しいです。好啦，咁九十八层嘅故事暂时嚟到呢度先，咁就下集九十九层再会啦。多谢各位收睇，拜拜。